はい、こんにちは、もぐじです。はい、今日も来たぞ。今日は土曜日の今の時間はもう3時です。あんた、あと1時間半ぐらいかな。で、ちょっとまあ夕まずめちょい前ぐらいっていうところでね、多分まあ今日とかも朝1とかからはみんなね、多分来とったと思うんやけど、ああ、修行行ってきましたよ。で、この間からね、修行行の新しい新たなパターン、この毛の直下を回遊しとるやつを釣るっていうパターンね、もう見ての通りだいぶ広がってき、枯れてね、落ちてきてるんですよ。それでまあまあまあありかなというところで、新たなパターンがね出始めたんで、まあそんな感じで、でハスの葉っぱもねだいぶ枯れてきて、あの辺とかもうね、あの魚も水面まで出れるようになってきてると思うんですよ。前は本当に全く魚が水面に出れんぐらいカナダモが覆ってしまっとってね、よいしょ、とりゃ、お、入らねえな、落ちていかねえわ、落ちていかないっす、落ちていかないっす。どこですか、どこですか。落ちていけよ。違う。お、来た。くそ。今当たったけど、完全に完全に、ああ、血迷った。いっぱいしたわ。今完全に当たったんやけど。当たって離してから合わせとる。あかんやつやん。ん？あ、来た。あ、俺やろ、俺やろ。わら。いらっしゃい。あ、また割れてる。マジか。あ、ワームなくなった。なあ、マジか、ちょっとドラッグゆるゆるすぎた。しっかり染みとかないと失敗やった。あーちゃ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 、ああやっちゃったわ。今のは、自分のミスです。こういうのに対応してないっていうね、処方初歩的なミスやらかしちゃいました。もったいない一匹やな、もったいない一匹やったな。せっかく出てくれたのに、やろめ。やっとることは間違ってはないんやけど、これもボロボロっすよ。何回も何回も直してます。ライターで炙って焼いてはで直しては直しては使ってます。多分もうこのルアーないかもしれん。ドランククレイジーのなんたらこんたらってやつ。ああもうそこにおらんやろな。もうそこおらんやろな。
入ってねえよな。入ってない。マジかん。そこに出会いはないのですか。そこに出会いはないのですか。出会いはないのですか。だけど出会いはあっしゃしゃこういう出会い、ほらこんだけのもだらけ、おと一緒にこれです、これです、入ればいるんです。あらこうですよ、こんなでかくなかったけどね。よしよし、サンキューです。だけ取らしてな。ね、狙い通りの釣り方しょ。今はこの釣りです。今はこの釣りです。よいしょ。ありがとさんです。OK です。でちゃんとね、入れば釣れる、瞬間ね、あのやったけど物下まで落としてるから、こうやって一緒にこの藻もこうやって一緒にあの釣れてくる時もあるんですよ。魚だけで来る時もあるけどね。でもやっぱりどうなったんこれ、ラインが、あ、また切れたんやな。もうボロボロ。これで何匹釣ったかわからんもんな。直しても直しても。貧乏やから。貧乏やから。あ、これ。別にこれでなかったら釣れんとかないじゃないか。最初これ、あの、このルアーは特売で買ったルアーなんですよ。お安くね。お安売りしとった時に。で、それもね、もうなくなってきたんですけど、みんなぶっ壊れて。よう、これとスラッシュをいただきましたわ。楽しいやん、こうやって。狙いすまして、探しながら。今何時？もう4時。え？もう1時間ぐらい？マジか。あと30分ぐらいやん。だいぶ日も暮れてきたし。こういうことなんだけどね。一旦というところで今日は終了、一本だけで終わります。なんかね別の人も来たんでね、はい、じゃあバイバイ。